4番さんが、えーまあ、初心者ということなので一応、えーまあ、初心者はねはいてったらこのゲームスタれるので、えー、説明させていただきますちょっとお時間ください、えー、基本的に人気曲は22番目になることが多いです占い師2人、えー、霊能者2人になることが多いです占い師にオオカミが出て霊能者に狂人が出ることが多いです、えー、裏をついてその逆というパターンもありますし まあ2、3になることとか、2、1になることとかありますが、基本的には2、2ですね。なので、強順を引いた場合は、霊能者に出ることをお勧めします。えー、占い、えー、狼を引いた場合は、相方と相談しながら、占いにどっちか出るというのをお勧めいたします。で、2、2になって、基本的には占い師ローラーを押して、占い師が、ローラー中に2回占い結果を落とすという形になりますね。そこから、最後、決め打ちという形になります。 はい。4番さん頑張ってください。占い師、あ、占いローラーって言いましたかね。霊能ローラーですね。霊能ローラーをしてる間に、まあ大体そういう形になりますね。あたはグレー爪とか、まあいろいろありと思いますが、まあそこは試合中でいいかなと思います。占い師、霊能者は、えー、潜伏は基本的にしないようにお願いします。潜伏する場合はメリット、デメリットをしっかり説明できた上で、えー、必ずシーンを取れる。 自信があるのであれば、えー、潜伏しても構いませんが基本的には推奨いたしません何か質問はありますかなければ始めまあ,ありがとうございますよろしくお願いしますまた楽しくやりましょうね <noise> ゆちゃんコメント閉じましょうかガオーゲームスタートです身分を確認してください夜が来ました目を閉じてください工藤丸さんいらっしゃるのでコメント閉じますね

前は確か BGM を下げたらボイスも下がったような気がしたけどこれアップデートどっかで解説されたのかな朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした9番のプレイヤーは発言してください はい、1番目ですね。占い師です。ランダムで2番さんが白と出ています。2番さんが白、把握をお願いしますうんと、まあ。22になった場合の進行論なんですけど、私は霊能ーロラを押してから占い決め打ちっていう風にしてほしいですね。その間に絶対にラストオルフを見つける。22になった場合は狼が役に出てるので、ラストオルフを絶対にそのレーロラ中に見つけたいなと思っています。で、そうだな、それくらいしか特に言うことはないけど。 2-2、うんまあ、だった場合は2週目でカリウドの人出てほしいですね。占い地に入,れ入ってこないでほしいから。2>, うん、まあ2番さんがカリウドの可能性もあるんですけど。でうん、もし連絡者が確定した場合はグレーを詰めることになるから、その場合もカリウドは出ていいのかなと思ってる。カリが潜伏していいのは3-1の場合のみかなと思ってますね。うん、以上です。1番のプ、はい、レイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。1番、工藤花丸って言います。よろしくお願いいたします。 皆さんご存知でしょうかこの村には2種類の人間がいます <laughs> それは霊能者のカードを引いたものそして霊能者のカードを引いていないものそう私は前者。私が霊能者ですよろしくお願いいたします <laughs> ヨマさん言葉の把握はできてますかキューバーさんが言った霊能ローラーって言葉とかもしわからなかったらあのわからないとか言ってくれれば僕が2週目で一応説明するんでね それかもしくは誰か後ろの人とかに聞いてもらえれば、用語が分からなかったら素直に聞いてもらわないと、なんか面白くないかなと思うんで、分からないことはちゃんと聞いてくれればいいですって思ってます。それぐらいでしょうか。木場さんはやる気があっていいですね。ふむふむって感じです。以上、2番さんどうぞ。二<ふむ> <laughs> 番のプレイヤーは発言してください。さいめっちゃいい村だなと思いました。初心者さんに優しい村大好きです。なんか初心者さんを最初に釣ろうっていう動きが。 今人狼殺多いんで、初心者さん、どんどん、なんだろう、しやすいゲームになっていってくれれば、このゲーム、どんどん面白くなるのになって、ずっと思ってたんで、この村、すごい好きです。うん、えと9番さん、私に白、1番さん、霊能 C を把握しました。まあ、盤面固まるまではね、グレーセリーになるのか、霊能ロラになるのか、はたまた占いのロラになるのかっていうのは分かんないから、今のところ考察することはないんだけど、9番さん、1番さん、すごくいい人だなっていう印象があります。うん、そうだね、ね。黒いいとところとかは別に見つけられてない、ね って感じ色じゃないです印象はいい。まあいい人だなっていう印象。うん、えっと、進行論を言うとすれば、もう4番さんとか7番さんみたいな人が、あのー、役を持ってたらわ、もう役持ってたら、まあ分からなければ、とりあえず使用すればいいと思うよ。そんな感じです。うん、以上。3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、霊能者、霊能者です。私の目線は1番さんが対抗です。9番さんに関して、精査 えー、9番さんに関しては、22場面によっては、例のローラーをし、2ラを使い、占い結果を残したい、仮竜ともできれば出てきてほしいと発言してました。うんうん、9番さんの教授名はほぼないなと思っています。22場面の精査においてですがね。で、対抗の1番さん、進行論だったりとか、うん、4番さんに対する嘆げきあ、問いかけかな。 っていうのはすごい対抗ですけどすごい素晴らしいなと思ってます。なので1番さんと対抗になれてよかったかなと安直ですが思っていますね。うん、1>, 1番さんは4番さんが対抗に出たらどういう話し方をするのかなってちょっと笑いながら見てました。うん、私が対抗なのでガンガン殴り合いしましょうっていう感じかな。で、9番さんが占いして2番さんに白。ここから真面目に行動します。2番さんに関してはこの村がすごくいい村だなという。 うん、内容はない、政策に関しての内容はないが、すごくいい人柄だなと思ってます。もし9番さんが人外でも、2番さんの人外っていうのはないんじゃないかなって、現状では思っていますね。うん、ただ、2周目になって、口察がどういうふうに伸びるのかという、2番さんに対してはただの印象論なので、ここで人外がないとは思っていません。うんうん、ただ、なんかこの村に同村できてよかったかなと、現状では思っていますね。うん、4番さんに関しては、対抗になってしまいましたが、一さんはね。 もし分からないことがあれば僕も説明したいと思っています。優しい今になるといいですね。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、皆さんおはようございます。えが、ー、すごく優しすぎてあの、マスターさんの方もすごく優しい方ばかりで本当に感謝しています。ありがとうございます。えっ、ー、と、とりあえず、えー、今までの 使用は把握しました。で、あと二番さん白も把握しました、えー。そうですね。とりあえずここまで三番さんが特に、えー、コースと伸ばされていたかなという印象ですが、うん、あの一番さん二番さん九番,番さんは一番最初ですし、一、えー、番さん二番さんも使用、えー、が続いた後にですので、まあ観察できるのは三番さんぐらいかない今の位置的にはね。 なので、今のところ皆さん、皆さんというか、えっ、ー、と、さんもですし、急にもあの黒いところは見つけれてません。えっ、ー、と、そうですね、占い師2人出てきてから、まずはどっちの、あの、あ、ちょっとごめんなさい、追加します。えっ、ー、と、まず、うん、えー、今日は占い師、 ずりに、占い師精査になるのか、えっ、ー、と、霊能者精査になるのか、それともグレーズメンになるのか、そこだけちょっとどなたか教えていただきたいです。はい、えっ、ー、と、多分言葉の説明は大体わかります。はい、ありがとうございます。5番。 のプレイヤーは発言してください、さいはい5番です。5番です。村人陣営でした特に仕様などはございません。はい、9番さんから始まり、占い師仕様、2番さんへ白出し、ついで1番さん、えー、霊能者仕様、そして3番さんも霊能者仕様という。 えー、異なり、えー、グレーが4番さんだけ。うん。そうな、えっ、ー、と、霊能者2人なので、まあ、おそらく占い師は現状1人ですが、えー、6、7、8番さんで、まあ、タイが出るでしょう、占い師。うん。ということを踏まえると、まあ、多分霊能者から行くんじゃないんですか、ローラーでしょう。うん。まあ、一三正直、えー、黒い発言とかね、失言とかも何もなかったので、えー、1番さんに関してもね、初心者。えー、 に対する、うん。えー、うん、言ってたということで、まあ、2週目かなと思っています。3番さんに関してはね、結構伸ばしていたな、という印象はいいです。で、まあ、4番さん、どうかな、まあ、特に、ーチもないけど、迷ってたね。占いか、か隠れか教えて、って。まあ、うんまあ、今日は霊能者から行くんでしょう。まあ、2週目ね、えー、どうなっていくか、まあ、占い師が、678、えー、6, 7, 8, 誰が出るかにもよりますか。 まあ今日は例の下からいきましょうというところ。うん。現状、1さんは2週目の発言聞いてからはっきりと決めますが、現状は分からないです。うん、で、4番さんに関しても特に印象はない。うん。うん、そんな感じかな。9番さんは生存意欲が高かったから、うん、人狼ではないな。あ、違う。強人ではないなという感じです。うん。新えー、狼かなと思ってる。1さんは新境かな、盤面的にね。6番のプレイヤーは 発いしてください,、はい、いや面,白い盤面になります。私、霊能者 CEO をさせていただきます。1>, <ー>1番さん、3番さんと私が霊能者 CEO です。把握お願いします。とても面白い人形だと思ってます。9番さんが2番さんにしろ把握してます1番番。1番さん、3番さんの内訳、まだ分かってない。なんでかというと、3番さんは1番さんに対して釣りたいのか、それともグレー詰めをしたいのか。 全く発言していないから。4番さん、5番さんに関してはとても印象が悪いです。理由としては2番さんを3番さんは白浮きしました。9番さんが偽でも2番さんの狼はないのかなと言いましたが、2番さんってそんなに白かったですかね私目線全く白くなかったので3番さんの発言には普通に引っかかってほしいですね。村人の人ならね。2番さんっていうのは初心者の。 いい村であって、初心者の方が役を持っていたらすぐに出ていいと思います。これだけで白起きできる要素ってどこにあるんでしょうかね現状7番さん、8番さんが売らないし、CEO する可能性もありますが、あるのでか、あるので2番さんは全然白くはなかったと思いますね。正直言ってね。で、現状1番さん、3番さんの位置でカリードスライドっていう可能性もありますが、それがない前提で話をさせてもらいますが、レイロラ必須です。自分も含めて。 おー、マジか。え、ってか、いいのしよう。あ、いや、かりのしよう、いいのか。カリゅドのしよう。はい、了解しました。じゃあ、13、絶対、釣り切りです。自分も含めて、釣り切り。理由としては、13、ロー,ローの盤面、も全然あると思ってます。えっ、ー、とー、今日、ーっていう可能性が高いですね。今日、ー々っていう可能性が高いのは確かですが、13、ロー,ローの可能性もあるので、絶対決めちゃうよくないです。 もう一回言いますね。決め打ちだけは絶対しないでください。1、3、どっちも釣ってください。そうその後は私釣ってもらってもいいので。今日は正直言って、えっ、ー、とね、あとね、グレーのみんなにはね、どこを釣りたいか言って。うん、どこを釣りたいか。7番 のプレイヤーは一三番目、面白いですね。まあえっと占い師が、まあい,いや、占い師が確定したから増えなくていいか。僕はまあ、まあ、村人の仕事として思ったことは、強人がないのは、えっと霊能ローラーを真っ先に占い師をして押したこと、強人じゃないですよね、やることって。うん、っいいうぐらいかな思ったこと。三番がえっと二番を、えっと印象いいからえっとし印象良くて、人害はないのかなっていう視点が僕もえっと六番と同様では分からなかった。三番の二戦目がちょっと落ちた。で、六番を正直、えっと三人目で出てきた人、僕めちゃめちゃ信じ たいんだけどでもごめん、ちょっと迷ってる。ごめん。発言で決める。決め打ちまでありだと思ってる。うんでえっと、あとは、えっと、4番に関しては、えっと、3番が伸びていたっていうのがちょっとよく分かんなかったかな。えっと、912って、えっと、占い師匠とか霊の師匠出てるんだから、それの中で、えっと、ちゃんと考察した方がえっが、と、僕はムラメが取れるかなと思ってる。えっと、ちゃんと筋を立てて、えっと、誰が黒いとか誰が白いとかを理由つけて言ってほしいと思ってるかな。あと、他には、ちょっとごめんね、声なくて、うん、短くなって。 8番のプレイヤーは発言してくださいはい私カリドですねかなり早いテンポでえー、段階でね言いましたがカリドですはい乗っ取り防止とあと占い位置をつばめるという意味で出ましたはいでえー、そうですね6番さんに関しては番えっとあ今日やるべきことは占い精査それからグレー精査霊能精査です、うん、全部、えー、一気にやってほしいただし今回は 占いいが確定ししししたので、で霊能精査しっかりして欲しいですね。ローラーになったとしても、えー、しっかり釣る順番っていうのは大事になってくるのでしっかり精査してくださいどういう視点を持ってるのかを知りたいからです6番さんに関しては盤面的にかなり新名だとは思いましたが、えー、自分も含めてローラーしてくれと言ったのがすごく強靭臭く感じました、うん、ローラーしてとりあえずご主人様を巻き込んで全員、えー、死なせることによって えー、狼神が有利になるように運びたいのかなって思いました。6番3視点だったら、盤面的に私、真でしょと。1番3、3番3つって、その後グレー詰めませんかぐらい言ってほしかったですね。うん。それから、あとはグレーの精査しっかりして占い師に当ててもらって、そこを釣れば終わりですぐらい言ってほしかったなっていうのがあるので、えー、自分も含めてローラーっていうのは、えー、今後、えー、しっかり巻き返してほしいですね。真なのであれば。 で3番さんが2番さんに印象いいと言ったのは3番さんが狼で9番さんの芯が分かっていたからとも言えませんかね。狼が霊能に出ることが分かって、えー、いる人っていうのは、えー、必ず2番さんが確実に白になることは分かってますよね。うん、相方が、えー、占いに出ませんから。っていう視点が6番さん、それか7番さんに欲しかったかなっていうところですね。 5番さんは延長して無理に発言を頑張って伸ばそうとしていた印象があって、ちょっともうちょっと発言の内容を濃くしてほしいかな。352狼六6強もあるのかなって思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。さいはい。えっ、ー、と、占い確定しましたよね。今、スライドとかあるのは今すぐお願いします。ないですよね。そしたら、例のを釣り切りたいですね。3人とも。6番さんは、えー、3番目だから新目っていうのは分かるんですけど、 でもまあカリスラ懸念で出てきたっていうのもあるかもしれないしまあ狼だった場合ここで新芽取って決め打ちされたら結構強いと思うので3番目に狼が出ることっていうのはあるのかなと思ってますだから私は釣り切りたいですで7番さんは6番さん決め打ってもいいかなっていう発言が出てたからもし6が狼だった場合は7番さんが、えー、と相方位置になるのかなと思いましたうん5番さんは正直色落ちなしっていう感じがしてて4番さんは あの初めこの9から3までの間、誰にも黒塗りをしなくて、みんな怪しいとこないですって言ったのが村っぽいなと思ったんだけど、でも、なん例の能から釣るのか、占いから釣るのかっていう話をしてて、普通のなんだろう超人気じゃなくて、新旧局とかやってたとしたら、やっぱり占い師って情報たくさん持ってるから、残したいっていう思考が出てもいいのに、そこを例のから行くのか、占いから行くのかっていうのが出てきたのは、例のに狼が出てることが見えてる相方位置なのかなとも思いましたね。うーん 今日霊例のどこから行くかっていうのは、うん、でも6番さん以外から行きたいなとは思ってます。で、3番さんが私について、えっ、ー、と、ール出したいって言ったから、き人名がないって言ったのは、ちょっと納得したので、結構3番さん、新名あるのかなと、1、3だったら3の方が新名かなと、1周目では思いました。うーん、ちょっと占い位置もなかなか決めかねてるんですけど、グレーの皆さんも考察伸ばしてほしいです。お願いします。1番のプレイヤーは発言してください。 まず、めちゃくちゃ言いたいことが、8番さん、レベル高い、レベル高い。レベル高すぎるよ、あなたの発言。4番さんが絶対についてこれてない気が、俺はするから、えっと、どうしようかな。4番さんに語りかける前に、この状況、一三1、3番目ですね。非常にこの胸にうってつけの人形で、僕は3番さん、6番さんに感謝してます。勝てること、プラス、一番いいんじゃないかな、4番さんにとって。こういうわかりやすい番面がね。僕、3番さん、1番、3番さん、6番さんの中に、 二人の人外がいて、一人の霊能師がいる。四万ん五万ん七万んの中に、おそらく一人狼がいるっていう場面なんですね、四万ん。四万んへ語りかけますよ。あなたは発言や進行を戸惑っていました。進行はもちろん霊媒ローラーでいきましょう。僕、三万ん六万んを3日間かけて釣り切る。それでいいと思うよ、八万ん。六万んの発言。対抗だけど俺、フォローするよ。おかしくないよ。安全で、ゆっくりじっくりいった方がいい。あなたはレベルが高すぎる。<laughs> そういうね。 上級者の村だったらその進行もいいと思うけどなしだよゆっくり行こうここは目線を合わせてくださいでホワイトハウスより安全に産ナを扱って最終日を迎えるでキューバーさんが明日黒を見つけたらそれで村の価値が確定白を見つけても最終日に2人のうちのどちらかが人狼だからそれを探し当てるっていうゲームになります、うん、そっちの方がねじっくりできて面白いでしょそれでいいと思うよ俺は。 <laughs> で、え四、ー、番さんが何発言したらいいかっておっしゃってたので、霊媒の話もいいと思うけど、まあ、それより四番さん視点五と七、どちらかに人狼がいるんですから。どっちの発言の方が怪しかったとか言って、四番さんはケーバーさんのどっちを占ってよみたいなことを言った方がいいと思うなっていうぐらいですかね。僕は現状、四号なのはフラットで見てます。ただ、ケーバーさんにお願いがある。四番さん、占わないでほしいなって思ってます。なぜなら、四黒だったら悲しいでしょ。以上。<laughs> この盤面、あの村人が勝つ確率がにって、は明日占い師が4、5、7のどれか占って、黒が出たら100%勝ち、白が出たとしても2分地で勝つから、そのうちで50%、だからもう5割以上の確率で勝てる、これ結構強い盤面だと思いますよ。でその中で、霊能の精査は僕はもうもはやいらないと思ってる。霊能の中で黒っぽい人を見つけて、そのラインを探すっていう考察ができなくはないけど、 この盤面で黒っぽくできる、黒っぽい動きをするのって、人狼がミスって黒っぽくなっちゃうか、強人がわざと黒っぽくなって、変なラインを作りに来るかしかないからね。正直、霊能の精査はいらない、脳死で考えずにロラするだけでいいと思ってる。だから、9番差の占いが一番大事かなと、もちろんだけどね、思ってます。3ル続、ありがとうございます。で、1番さんが4番差を占わないでほしいって言ったのは、私は反対かな。今後、あの 2日目、3日目って盤面が進んでいったら、まあ、8、9には私は含めつられていくと思うんだけど、なんだろう、4番が一番色が落ちづらそうだなっていう印象、まあメタっぽいけどね、私はまあ9番さんに任せるけど、4番さんを占い位置に入れて全然いいと思ってる、そんな感じかな。えっ、ー、と、もしもね、もしも8番さんが真の狩人じゃなくて、4、5、7に狩人がいて、8番さんアーマーだなって思ってる人がいれば、それは出てほしい。 8番さんのローも全然あるからね。もしもそういうことがあればだけど、ないと思うけどね。まあ、村が50%以上で勝てるから、全然問題ないと思ってます。457の占い、どこが黒か、9番さんに期待してます。以上、えー、とどこから行くかはまだ考えてません。どこでもいいと思ってます。以上。3番のプレイヤーは、 発言してくださいはい、はい、まあ肩の力を抜いて楽しんでいこうかなと思ってます盤面的にはめちゃくちゃムラ有利なのでそこまで力説しなくてもいいかなと思ってます現状1番と6番の内訳に関して1番が強人6番が狼だと思ってます6番の相方1は45どちらかだと思ってます理由としては1番がもし狼であればこの13人形というかなりムラフリな陣形ができるので1番が狼だったら私は霊能者として 出てこないと思ってます6番を狼オ軸に置いてなぜ相方軸っていうのが4・5なのかっていうのはこの特殊な盤面4番さんはちょっと分からないかもしれないけどこういう盤面っていうのはかなりできづらいんですよねなので6番さんが狼で霊能者に出たというのは4・5に6番さんの相方がいい占い師をしなかったので。 えー、6番さんが無理くり出てきたのかなと思っています。推測としてはね、まあ、占い師に出てもいいのかなと思った、だから6番がなぜ霊能者に出てきたのかなっていうのは、まだ現状では発言では拾えてません。で、一つ拾えているのが、6番さんっていうのは、すら懸念をかなりしていたんですよね。すらはないのっていうところを発言でしていたところ、うん、かな。あと、7番さんに関しては、現状の僕の推理では、6番の相方塾っていうのは4号にいると思っているんですが、 7番さんの時点で8番さんっていうのは狩ウド使用していた。7番さんもどこかですらがあると思ったのかな。なので7番さんが2番さんを白紙し,しなかった理由がちょっとわからなくて、9番さんの占い師というのが確定し、136の霊能者っていうのが決まっていた。だから7番さんが6番さんに便乗し、2, し、えー、2はあんまり白くないんじゃないかなって言ったのはなぜなんだろうっていうのが引っかかりましたね。 もし回変時間に余裕があって7番さんが返答できれば返答してほしいなと思っています。<laughs> そんな感じかな。なので今日現状私は6番さんに投票したいと思っています。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。ーさいえっととりあえず今日例のカラ釣りで3、6の中に人外、えー、が2人いることは分かりました。で、えっ、ー、と、まあ、誰か、誰か1番さんか2番さんが私のこと。 欲しいって言ってたんですけど、うーん、なんだろう、えっ、ー、と、最初は、えそんな裏、全然、占い位置に入れてほしいなと思ってたんですけど、あの、なんか私、残されそうじゃないですか、なんか、バカだから。<laughs> バカだから残って、うん、なんか、最終番まで残されたら困るなって、うーん。 だけど、その最終盤面はやっぱ占い、最終盤面は村人同士の戦いになるんですよねこれた。最終盤面は村人同士の戦いになるなら、私、占ってもらって、なんか人狼に構われた方が、なんか村のために逆に貢献できるのかなと思いました。ちょっと意味わからないこと言ってると思うんですけど、ごめんなさい。で、えっと、1、3、えー、っと、なんだろう、んしん っっぽいて言ったら位置的にみんなが六番さんが位置的に白っっっぽいてて言ってたんんですよねなんかその最後に出てくるのはなんか白いって言ってたんで私もなんか3人出てきたのでなんか最後に最後に出てきた人っていうのはあの真かなって真っぽいなと思うんですけど、まあ、それを狙った人害っていうのもあるかなと思ってなんかあんまり狂人のいるまではまずまずやって。 たことがなくてここ巨人いるって知らなくって入っちゃったんですけどえっ、ー、と六番さん以外で今日13どっちかからついたいなって思います。5番のプレイヤーは 発言してくださいださいは番、い、番です5番ですす、うん、現状、6132の内訳については、え1、3、ロー六強で見てます。うん、あの6番さんがオオカミで出るメリットあるのかなって結構ローラーをえ強く押してた印象があったので、ね、オオカミだったら釣られに来てるということですよね。うん、だったらオオカミって出るメリットないから占いに出た方がいいのかなと思って、今日かなとは思っている。うん、でそうすると、まあ 1>, うん、1番3の位置で、うん、狼かって考えたら、狼でそんな一発目に霊能出るかなという印象を持っているので、私は。で、ないかなと思ったので、まあ、3がローで1、シンかなと思っている。で、私目線4、7、え、が、ー、どちらかが黒。で、占い位置については、私は4番差を占ってほしいと思っている。現状の発言でも、えー、色落ちしない位置だと思っているので、色を見てほしいです。うん、7番差に関しては6番差の便乗位置ということで、<laughs> まあ、うん、そうだな、まあ、怪しいと怪しい。 6番のプレイヤーは発言してください。A で最終は4番さんです。5番さん、7番さんはフラットかな。4番さんっていうのは村のためを考えて自分のことを占ってオオカミに噛まれた方がましだということを伸ばしました。うーん、難しいな。1番さん、3番さんの打ち分けが正直分かってなくて。んただおかしかったのは村目線に気づいてほしいんだけど、正直ね、3番さんが。 6番さんがオオカミで相方が4号っていうんだけど、4号に相方がいたら自分は占い師師をしますね。間違いなくね。なんで自分がオオカミで相方が4号になるのか、3番さんにはもう一回説明してほしいし、今日自分目線1番さんっつって、4番さんの色を確かめたいっていうのが正直なところ。1番さんがオオカミだとしたら露骨ではあるけど、4番さんを占ってほしくないっていう発言が出たから、1番さんをつって黒が出たら4番さんっていうのは濃くなるのかなっては思うね。 うんでね、一番さんがじゃあ狼だった時の相方どこだ四番さんもしくは七番さんになると思ってて、七番さんって確かにね、俺の、俺を決め打ちしたいとは言ったんだけど、でもやっぱりって言ったんだよね。結局、決め打ち進行は嫌いなんで俺もだけどね。俺が村でも正直そう言う。で、俺がと霊媒シローラーをしてるのは、一三狼の可能性は1%でもあるからです。八番さんにやり返してほしいけど、ロー,ローシーンっていうのが可能性としてあるからね。 人潜伏でその場合分かってない、狂人の位置はね。ただその可能性も追ってほしいとは思ってる。うん、現状正直言って1番3つって色見たいなで、4番3の色見たい、確認したいかなって思う。1番3が白だったら4番3っていうのは正直分かんなくなるけど、1番3が黒だったらもしかすると4番じゃないのかなって思ってるけどな。もしくは7番3ね。で、3番の相方ちは5だと思ってる。理由としては4号が俺の相方っていう謎理論。 分かんないから正直自分の白を証明したいから占ってほしいっていのは4番に同意なんだけどでも4とこの黒要素って黒が出たら終わりなのに、えっと、人狼を探してほしいっていう意欲がなくて、えっと、自分を占えば白が出るとか、えっと、し盤面で濁るから白、えっと、4番占ってほしいとか、えっと、黒を当てる気がなさそうな感じがする占いへ、うん、っていうのが黒要素で、うん、えっと3番に返答すると,、えっと2番が黒いって話をしたんじゃなくて3番の視点の話をしただけで3番,がえっと2番3番の2番への触れ方がおかしいって話をした。 僕は偽で決め打ちたくて、理由として、6番の相方位置が4号って言ったんだけど、えっと、初,初週って、6番を決め打ちたいって言った,言ったんだよ、僕って。一番相方位置ある位置じゃないで、4号の話聞いてないのに相方位置にするのがめっちゃおかしいと思ってる。で、5番はなんでえっと6が強人になったんだろう、うん、えっと1、1が信教,、えー、教ってのは分かるけど、6が信で1が強人とかってないのっていう話。うん、そんなもんかないや、もう黒いなら占ってほしいけど、黒を当ててほしいっていのが僕の素直な意見以上。 8番のプレイヤーは発言してくださいそう自分を占って白を出してほしいっていうくらいなら黒を当ててゲームを終わらせてほしいって言った方がいいから、えー、しっかり黒いと思ったところに対してしっかり、えー、考察を伸ばしてほしいところです7番さんに関してはその視点は当てたかなって感じ。 3番さんが4号、6番さんの相方を4号って入れたのには理由がよくわかりません。うん。4号のどっちかに相方がいると思ってる。やっぱり3号じゃないかなと思ってる。5番さんに関しては3番さんを、まあ、消去法的に狼で見たけど、やっぱり3番さんの狼が透けてるんじゃないかなっていう印象。今日は3番さんを釣ります。1番さんが4番さんを占いないでほしいっていうのは、単純に素直に見て狂人ムーブでいいと思ってます。1番さんが狂人で出て占いローラーをされに来た狂人。 3番さんは1番さんのことを真だと思って、えー、出てきた狼。6番さんが真。で、結局3人になってしまった。人外からすると,、えーえー、と、かなり有利って2番さんも言ってたかな。かなり有利な盤面になってしまうので、これは事故なんですよ。要するに。事故ってしまった。だから、 えっと、1番さんと3番さんがお互いのことをシーンだと思って出てきたみたいな感じの構図で、結局6番さんがシーンだったってことで、6番さんがシーンが多い、パターンが多いんですけどね。ただ、9番さんが言った通り、1番さん、3番さん、どっちかが偽だと踏んで、6番さんが出てきた可能性もあるが、1番さんのムーバーやっぱ強じに見えるかな。うん。5番さんの4番であってほしいっていうのも、やっぱり、うん、1番さんのパスを素直に受け取ったのかなって感じがしますね。 3五じゃないかな。9番さんは5番さんになったら黒出ると思いますよ。3番さん釣りで黒も出ると思う。うん、それで勝ちなんじゃないかなって思いますね。うん、今日は3番さん釣ります。投票を始めてくだ何やオラじゃないべ。 よいしょ3番のプレイヤーが選ばれました3番のプレイヤーは発言してくださいめちゃくちゃ票集まりましたね。 なんか伝わりづらかったかなこの一三陣形っていうのがすごくいびつな形だと思っていて六番さんって一番さんのすらの懸念をしていたんですよで僕目線では六番さんをオオカミと踏んでいて七番さんが六番さんの相方であれば占い師をすると思うんですよね六番七番ともに一番のスライドを懸念していたからそうすると新郎新郎の場面で、ね、はって思うんですよね ちょっと難しい場面を追いすぎたのかな。なので、6番さんの相方軸っていうのは、4番さんか5番さんにいて、占い仕様ができず、6番さんが出てきたのかなと思った。だから、6番さんオオカミなんだから、普通に占い仕様でもいいのかなとも懸念していました。うん。ちょっと難しいですかね。うん。すら懸念っていうのが、6番さんの二戦目なんですけどね、そこはあまり皆さん言及しないのかなと思っています。 うんまあちょっと悲しい結果ですけれどもちょっと難しい場面を追いすぎましたかねと思ってますねまあ1番さんは強人ですかね私視点では1番さんが狼だったらそこで霊の使用する必要がないと思ってる6番さんは新芽を取りに来た狼でかなりいびつな形ができているので6番さんの相方軸って4番さんか5番さんだから6番さんって4番さんか5番さんかどちらかに占い使用してほしかったんじゃないかなってすごく思ってました うん、ちょっと伝わりづらい、まあ、ちょっと難しい番目を追いすぎたのかなと思ってますね、うん。7番さんが6番さんの相方だったら占い師用でいいと思ってます。67ともに1番のスライドを警戒してるから <laughs> と思いました。うん、残念ながら診断んんです、えー。ローラーは確定でやっていってください。よろしくお願いします。以上。夜が来ました。目を閉じてください。狩人は レンガみくるだろうしなレンガみかハチガミだなうか

よく4かの結果3黒と3白3黒3白うーんどうなのかなえっ、ー、と一番35だと思ったなんよく僕の意見聞かせる4番んだったな、ね、えらいでも6番ん目線1番んが人狼となるのがちょっと新目がないかな うん、えだってそうだよねだ3白だって1番3人狼で1番目でいきなり例能しようってしたら強人とかぶって3四方になっちゃうリスクってかなり高いから1番3の人狼目ってないと思うんだよなうん、はい、やっぱ6番3強人アピールしてる強人なのかなでえー、っと1番3は3黒3の黒は終えるんだよねうーん 今日6番さん行きたいかな。うん。今日6番さん行って、でまあ、一応、一応1番釣ってから4番さん釣りましょう。1番のプレイヤーは発言してください。はい、え、なんで意味ないよ。4番さん釣ったら終わりですよ。てか、あれだね、9番さんも4番さん、俺言ったよな。4番さんが自動だったらかわいそうじゃんって。かわしてあげようと思ったのに。で。 相方の3番さんは4占ってもいいんじゃないって、結構えげつないですよね、この無駄あ。4番さんつって終了なんで、6番さんつる必要ゼロです。6番さんは強人です。強人でなんで出てきたかとか俺に聞かないんでね、分からないから、そんなのは。そうかって感じですね。まあ、<laughs> まあいいか。<laughs> まあいいかって感じですね。それぐらいでしょうか。いいかどうでしたか、4番さん。んまあ、こんな感じで、8番さんとかね、レベル高い人もいたり、 僕みたいにね、のほほーんってやってるやつも、なぜか巨人で見られちゃったけど。<laughs> はい。<laughs> いいと思います。まあ、山さんの発言。<laughs> じゃあ、楽しみにしてるね、俺は。今日は山さんに対応します。以上。あおられてるね。あお<番>られてるね、これ。あおられてる発言,て発言してください。4番からでいいんじゃないですか。3番が来るだったら4番つった途端に終わるし、6番あの4番つって終わらなければ、1、6、どっちか 2V1 当てれば、一旦早く終わるからね。もう勝ち確盤面なんで。 黒を確定してる4番さんから釣った方が時短になると思いますって感じ4番さんめっちゃ白いと思ったけどね俺マジで5,6ローとか追ってたわ5番さんが4番さん俺は4番さん1周目の圧縁の時は色,色落ちてなかったから4番さん占ってほしいって言ったけど4番さん2周目めっちゃ白かったから5,7どっちか占ってほしいなって思ってためっちゃうまいと思ったでそれで5番さんが4を占ってほしいって言ったのが黒かったなっていう風に思ってしまった で、6番さんが4番さん白かったって言ったのに、1417ラインとか言ってたのがもう意味が分かんなくて、5番さんが4を占ってほしいって言ったのに違和感なかったのかなっていうふうに思ってしまったかな。4番からいきます、以上。4番。 はい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 ちょっとマジでスムラですあの多分これ多分9番さんはあ真だと思うんですけど多分9番さんは他のところの白を見つけちゃったんじゃないかなんで反応を見るために私に黒を打ったんじゃないかなと思ってますマジでスムラです役なしスムラです <laughs> えーっとこれはどうしな,んなんだろうえー、っと多分そうだから9番さんは他のところの白を見つけててあと私とその白を見つけてない他の人 で、どっちか迷ってるんじゃないかなって、本当にあだったら絶対バグって言うぐらい。え何あ、びっくりしですよね、ですよね。五白。で、私は、あ、じゃ七7番三黒です。えっと、7番三黒なので、えー、っと、今日はとりあえず、<laughs> ちょっと追加しますいや。よかったです、マジで。7白。え、じゃ五5白、5白。じゃあ7黒で、えっと、あと1。 7の相方なんですけど、えっ、ー、と、わかんないです。私、結構3、五黒で見てました。<ー>3番さんがちょっと考察がわからなかったので,で、あと5番さんもなんか、7番さんと5番さんを比べた時に、7番さんの方が考察伸びてたのかなって思ったので、7番さん、白で見てました。だから、えー、5、白ってことは7、相方がちょっとわかんないです。でも、えーこれ、これで勝ち角あ、5ー、白か。私、目線勝ち角だけどってことあー、そっかそっかそっか。 あーんとそうですね。自分の白目をあげなきゃいけないのか。えっと自分の白目はんなんだろう。昨日4黒だったら相当上手だった。昨日言っ,ったことですね。あの昨日言ったのはあの白もらった方私が白もらった方がなんかあ人狼に噛まれてあの最後のほ二分の一の確率がちょっとはん判断しやすいかなと思ったんで。 のプレイヤーは発言してください。え、五番です。え、私はね、三七で見てるかな。うん。 あの3番さんがなんかやけに6番さんを狼を喫して、その67だったら、あの7番さんが占い師師をするかなとか言って、なんか45のどちらかに相方がいるんじゃないかって言って、やたら7をね、少しかばってた印象を受けたらで、ね、なんか臭いなと昨日から思ってたんですけど、うん。で、まあ、9番さんの4黒にはちょっと驚いてたんですけど、私に白出して、まあ、私占われるとは思ってましたね。うん。なんかヘイト向け,向けられていたので、3号で。うん。 で今のなんか4番さん白いなと思ってさ普通に発言で9番さんにまあ語りとはいえ、ね、黒って言われたのに頑張ってて、うん、普通に白いなと思っただから37かなと思っているうんやはりね6番さんはねあそこで狼なら出るかなと思ってうんやっぱりね強人かなと思ってる1番さん真かな六番 のプレイヤーは発言してくださいもう4番さんのシーンは証明されたんじゃないかな。シーンというか白ね。証明されたんじゃないかなと思ってます。で、2番さんに言っておくと4番さんは単体では白かったですよ。占われて自分が噛まれた方がいいっていう発言ね。ただ1番さんの発言の中で4番さんを占ってほしくないっていう発言があったんで、まあ、1番さんとのラインがあるとしたら4番さんかなって感じかな。4番さんを狼軸で置いたとき、ね、でもさ。 5白でしょで、4番さんがもうこれはもう白だなって思ってるんだわ、俺。でね、136釣り切り必須って言ったんだけど、3番さんが強人なんだ。で、1番さんがオオカミ確定してます、私目線で。で、1番さんの相方も7番さんしかいないのよ。で、1番さんももういいんじゃないかな ?4 番さん白でしょ、これ。1番さんも4番さん白だと思ってると思うよ。だから1番さんさ、3番さんオオカミ連れてるからさ、今日7番さん行きません まあ安定思考が良かったら別に一番さんからでもいいんですよ。なぜかっていうと一番さんオオカミも見つけてるから仕事ないでしょ。狂人の中で、ね、俺今日7いっちゃってもいいと思うけどな。もう無理だと思う。4番さんに黒塗るのは7番さんがね。絶対無理だと思う。今の感じは。うん。だから7番さん絶対オオカミだと思ってて。で、一番さん目線3黒出てるじゃん。で、7番さん黒でゲーム終わんなかったら一番さん目線破綻だから一番さん偽になるでしょ。 いやまあ4番3を黒で追う人がいたらいいんだけど俺絶対追えないからさ4番3黒じゃ今の今の感じねこれ初心者でやったらマジうまいぞお前はプロになれ4番さんだから今日なら釣りが自分は正直希望かなまあ昨日占いローラー必須って言ったけどねこの番目はなら釣りでいいと思いますうんで1の2戦確定で明日1つってもらえば終わる七番 のプレイヤーはだ,、えー、だってあ、9番の新占いが、だって、あの黒見つけてんのにん、今日は何番から行こうかなっていうことを話してる時点で、結果がたりスケスケ出して、5番占いの僕、多分ほぼ確定してたと思うからやめてほしくて、かつ4番って結局自分を占ってほしい、自分の白要素しか出してなくて、7番の精査する気ないよね。それに6番、今、やばいよ、1番、も4番白だと思ってるでしょって話したよね。1、7でとか1、人1、確定してるのに1、白だと思ってるでしょって視点はマジで1、番1、1、1、1、1、1、1、 うん、で、僕は普通に1番が死んだと思ってて、マジで4番はだって結果がたり信じないとさ、降参するしかないじゃん。結果がたり信じるでしょ、そりゃ。5番占われるでしょ、昨日の議論からして。センターさんも言ってたでしょ、8番さんも。センターさんって言った。マジで、だからそれだけで、本当に、それに4番の途中までメモしてなかったんだけど、僕もうあのゲーム終わりだと思ってて、ちょっと。なーってところ、ちゃんと明日白要素と黒要素提示するから、マジ村に考え直してほしい。5番占うの分かってたでしょ、みんな目線。メモちゃんとしとけばよかった。 投票を始めてください9番の時点で釣り位置探しているのが結果がたりに違いないって言ってるのに4番さんのところまでメモ取ってなくて勝ち格だと思ってたっていうのはおかしいと思います7番さん6番のプレイヤーが選ばれました 6番のプレイヤーは発言してください。さいマジかじゃあ2番さんは4番さんも黒あんちゃんあり得るって思ってるんですね。絶対4番さんは白だと思うけど。うん、現状17オオカミが残ってる状況、まあ、5番さんと2番さんは各白だけど、4番さんまだ分かんないけど、絶対白だと思ってるんで、17黒が硬いかなって思ってますね。 まあ3番さんという巨人が釣れてるんでまだ PP はないですが、絶対1番さん釣り切りでお願いしますね。いや、きついと思うよ。もう自爆案件だと思うよ、これは。もう、17ローでね。うん、1279、127、ああ、そっか。いやー、そうだよね。いや、5番さんの視点が合ってる。俺4番さん黒だったらマジでうまいと思う。絶対白だと思う。もう詰まってると思うね、正直言って。 うん。じゃあ普通に17です。終わり。夜が来ました。目を閉じてください。 朝がきました。昨夜死んだのは。九番。一番。のプレイヤーは発言してください。六、はい、番さんが狂人、三番さんが狼、四番さんか七番さんに、三番さんの相方がいます。 昨日の7番さん投票ね、まあ正直4番さんと7番さんだと僕も7番さんかなと思いますが、僕初日にも言いましたけど、ゆっくりやりましょうよ。<laughs> ゆっくりやろうよ。僕の視点で昨日4でも7でもどっち投票してもよかったけどね。えっ、ー、と、言いたいのは、なんて言うんだろう。<laughs> さんが、 昨日の4万3の結果語りに対する反応もありますが、まあ、それはさておき、プラスですよ、3万3って僕がね、4万3を占わなくていいんじゃないって言ったんですよ。その理由が結構、まあ、自分で言うけど、推理と関係ない部分で言ったんです、僕は初日4万3を占うのをやめようってうのは。それは4クロだったとき、まあ、ちょっとかわいそうじゃないって申し訳ない。ある程度、肩入れしちゃってしまってた部分があるから、4万3に。それは村の皆さんには、ちょっとバイアスかかってて申し訳なかったけど、バイアスで言ったの。 皆さんの視点からすると、こいつめちゃくちゃだなって思われたとは思うから、なぜか俺が教授で見られたのはそこなんだろうなと思ったが、その後の3番さんの発言が、いや、4を占うのありでしょって言ったんですよ。っするー僕の4ってピッツイーとは関係ないところで言ったんで、乗るのは全然ありだったんですね、狼の3番さん視点。っていうか、むしろ何も言わなくていいものいいぐらいなんですよ、占い先に関しては。それをわざわざ4も入れていいっていう思考に、占い師を誘導させた3番さんっていうのは、まあ、3、4足りえないなとは思うよ。 で、プラス機能の反応ね。だから7番さんかなと思うよ。ただ、俺の希望も飲んでくれ、5番さん。俺は心霊媒だが、霊能ローラー冠水47勝負。そしたら僕が釣られたら誰かが噛まれるでしょあなたが噛まれるか、2番さんが噛まれるか、噛みなしか、それは分からないが、そこはじっくり楽しもうよって俺は思いますけどね。せっかくの村なんですから。まあ、 <laughs> こういうとガチ勢から怒られるのかな <laughs> 多分七7番さんだと思います。あんたガチ勢でしょう今日は絶対1番投票。5番さん、昨日七7投票ないよ。5番さん目線、まあ、4番が白いのは分かる。分かるけど、7投票はない。4番さんが人狼だった場合も、あの動きできるからね。黒出された、まあ、結果語りだったけど、黒出されたっていう状態で、 あのアピールしかすることないから、4番さんが人狼だった場合って,だって。4番さんのところに座ってて、自分が仮に座ってたらね、9番さんが結果がたりしてるっていう風にう思えるっていう可能性い、ねあ、全然あるからね。白置きはないよ。7からの投票はない。今日は絶対1番投票。まあ、今のところ7で偏ってるけど、昨日の4番さんの7投票もちょっと黒いかなって思った。わかるかな 4番3目線、まあ、ちょっとこのゲームあんましたことなかったら悪いけど、16ローも全然あったからね、今日は絶対一番投票以上。4番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はい、えっ、ー、と、一番3投票は今日絶対です。それはわかります。で、えっ、ー、と、多分明日 今日一番さんすると、まあ明日、えっ、ー、と、私と七番の戦いになるんですけど、えっ、ー、と、もう今の、あ、まず、昨日七番さんに入れたのは、私目線七番さんのを確定してて、あと、他の方が、例の種さんの一六どっちかに入れて、まあ、も、結局ローラーするんで、私は、えっ、ー、と、七一六どっちか、私目線は勝 なのかなえっと7番3黒確定してるのでなんていうかなどこから釣っても同じって思ったので私は7番3に入れましたはいで白目を上げておくかな。えー、っと上げておくとあのー、私があのなんだっけ私が占われてあの私が占われた白が出るじゃないですかまああのまあ <laughs> なんか方あの白がその白を出されて あの白角になって、狼に噛まれる確率がちょっとでもある方が、なんか最終盤面になって、私みたいにまあ、住む確率があるかなって思ったので、そういう発言。だから私が裏名れ白が出るっていうのは遠回りに言ってたというか、まあ、こういう考察じゃあかんかな。なんか、うーんなので、なんていうかな、なんていうかな。 うん、それが白アピかな今までの発言で私それぐらいしか白アピしてなかった気がする、えー、今日はじゃあとりあえず1番3からいきますはい5番のプレイヤーは発言してください,ださいはい5番です5番ですよろしくお願いしますうん今日は1番3 ですよね。うんまあ、昨日のあの七、ー、投票で、これ一応、狼でさ、一番さんが、四番さんにさ、さにさ絶対桁がか,かりでしょう。みたいな。入れじをした可能性はある。あって、七番さん狼かなと、ちょ少し三七を追っていたので。そういう反応してくれって言った。うん、で、俺、三番さんは狼で硬い,いと思うんですよ。で、それに黒って言ったら、一番さんは多分真でしょう。で、六が今日、うん、だとは思うんだが。 1>, 1番さん行くのか。じゃおかみっぽいよな。うん。まあ、いいんだけ、安定進行でいいんですけど。さっきの4番さんの発言もな、特別白いってわけでもなかったから、今はね。うん。正直、47は現在はフラットに戻っているが、7番の発言に関しても、昨日はなんか焦っているなという印象を受けたから、まあ、とりあえず安定進行で1番に行きます。7番。 のプレイヤーはて。てるけど、3番ってえっと7番をえっと狼じゃないって言ってただけで、3番のシーンを1番に来たのは僕だと思ってるんだよね、昨日の発言で。3の視点がおかしいよねって点で、6番にわざわざ便乗する必要があった狼同士で、それ3に誘導してるんだよ、僕って。そこは考え直してほし、い5は、多分ん5は残されるんじゃないかなと思ってる、間違ってるから。 で4番って占ってほしいことが白要素って言ってるけど、僕だって初日に占ってほしいけど、黒を見つけてほしいって自分で言ってるし、占ってほしいが白要素って自分でずっと言ってるんだよ。初日にそれを言って、それ2日目占われなかったこと、いいことにずっと白要素で言ってるんだよ。それオオカミでもできるよね。占ってください。それが白要素って。自分で言っちゃってるのって、それって本当に白要素なのって話。でえっと、僕は3番、えっと一番切っててで、一応死んだと思ってるんで、やっぱ6番が昨日、えっと、1番目線、えっと、1番がオオカミの軸の話をしてなかったし、うーんと。 思うんだよなだって素直にで3番が無理やり4番に切りに行った形が1番だと思うんだよなだって語り信じなきゃさきっかたり信じなきゃ4番って罪だからきっかたり信じるでしょ一投票を始めてください。 1番のプレイヤーが選ばれました。1>, 1番も自分に入れてる、ね。1番のプレイヤーは発言してください最初にちょっと謝罪しておきたいのは、僕の目線は、えー、黒の三番さんと狂人の六番さんが二神外で連れていて、今日一縄余っているので、本来であれば、余っ,、えー、ってるって何だ、余っ,<縄>ってる縄を。 4番ん7番さんローラーで俺視点、価値確定だったのを、俺処刑を押したのは、反感買ってる人がいるかもしれないんで、先に謝罪しておきますが、僕はその代わり、明日が絶対面白いゲームになるってことは予告しておきますね。4番さんが明日喋った方がいない、な喋った方がいないもちろん結果がたりの時の自分の反応をオオカミと見るのかっていう主張プラス、 まあ、俺がちゃんと皆さん、芯で見られているんで、いや、一番芯でしょ。一番芯なら3黒でしょ。3黒なら3番って、4番私のことを占えって言ってたのはおかしくない。3、4ってありえなくないって押し方が、多分結構、白目取りやすいかなと思ってます。7番さんに対しては、7番さんが4番さんに対してきついなと思ってることって、で多分その、さっき言った4番さんの結果語りの時の反応だと思うので、まあ、7番さん二2日目に多分おっしゃってましたが、僕も最初、あれ、なんだと思ったのは、9番さんが4黒って言ってるのに6から釣るって言ってるの、意味わかんなくて、正直、 9番さんもあれ初心者なのかなと思ったんですけど、結果語りして、本当は4黒見ていないからこそ6からいくって言っちゃってる、結果がたりの視点漏れだったんですよね、9番さんの発言っていうのは、確かに7番の言う通り。だから7番さんはそれをして、4番はオオカミでも、9番のあの6から釣るって発言が明らかに結果語りであったのが明白であったので、黒を打たれても演技をすることで白目を勝ち取れた、白狼ポジションを勝ち取ることができたオオカミとか、そういう押し方じゃないかな。 霊能精査も混ぜつつ白目取った方がいいと思いますね4番さん7番さんに関しては7番さんの場合は僕じゃなくて3番か6番が真って支点になると思うので逆を言うと僕は7番さんが黒だと思ってますがどうでしょうまあ誰が残るか知らんけど盛り上がると思います以上夜が来ました目を閉じてください 皆さんは 朝が来ました。八狼あるか、これ。噛むんだ。二番。これ八狼あるかー。四番。のプレイヤーは発言してください。さいこういう決戦は、あの、見ていたい側なんですけど、言側にあってしまったので。 頑張りますえー、っとそうですねまず私はえー、っと一番さんを C で見てるかなえー、っと最初3号用ってたって言ってた通りなんですけどだから三番さんは1番2攻めで見ててえー、っとで次61で見た時に6番さん 一番さんの方が発言が白かったので、消去法で六番さんが、まあ、黒か強靭かわかんないけど、だから一番惜しいんで見てました。三と六人外で見てました。で、確かに七番さんは、一日目から、一日目から、えー、っと、あの、占って黒を見つけてほしいとか、すごい白だなと思ってたんです。だから、あの、五番さんを黒で見、えー、<laughs> 何を言えば、白になるんだこれ。 わかんないけど、ええー、と、なんだろう。<laughs> 本当にこれ、これ負けたら絶対センパーとか言われるやつじゃん。発言んよですよね。ええー、と、だから、あもうその時のあたりの反応しかないんですけど、あの、まあ、確かに9番さんがあの、 占い語りで私黒あの時点で分かってた分かってたというかあの時点では私黒が確定してたのに今考察していたのはあの確かに占い語りって誰から見んですけどなんかうーん必死さでなんか伝わってほしいなって思います。5番さんが残されたのは何だろうフラットからフラット似合ったって言っちゃうから。 発言してくだもう正直このポジションマジできついな。<laughs> でもまあ4番さんなんか1日目思い出してみるとその3、お礼さん黒で人狼だと思ってるからその3、4だった場合にあの4番さんって1日目ね占いか霊かあの霊占いからいくか霊能からいくかグレーからいくか教えてみたいな感じで戸惑っせてたから素直に3番さんが狼でその出てしまってあの 素直にレイロラを押せなかったのかなとも取れるんだよな。けを取ればねでも、4番チシニアはミーシャン感じてるんだよ、俺は。4番差は白いなって、これ4番差は相当うまいと思うよ、人狼だったらこれ。うん、でも、7番差も7番差で結構筋が取っていることを言っていた印象はあるから、えっと、4が占って欲しいことが白要素っていうことだね。確かにそれだけで白要素とはならないけどって感じ。うん本当にまあもう一回聞きたいかな。 7番のプレイヤーは。 僕はちゃんと展開してるよ三、えっと、番と狼同士が僕はちゃんと三番を偽で初日か見てて投票したことで四番が昨日は一番ってすんなり飲んだよねでもその前の人て七番投票してるのっておかしいよね六番を偽で見てたんだったら六番に投票するべきでしょ六番に投票できなかった理由を教えてあげよう5番になぜなら三番が人狼で四番が相方で六番は三番に白と出しているから6番の素人に見けていたんだよだから六番の教人に投票するよりは七、えっと、番の人生 5番をかる、6番を偽で見てたんだったら投票するべきでしょ。僕は3番が人狼だったら6番の強人をりに言ってるんでわざわざ6番の強人要素を拾って、それにあとえっと3番7番の人狼がないことをもう一つ証明したくて、3番と7番が人,人狼だった場合って、えっと、僕初日に6番を決めうちも考えてるって言ったんで、まあ結局2日目に引き継ぎして考えて6番集まったけど、コイン語ったりしてる。コインないって言いたのに、えっと3番と人狼同士に見える果たして、てそれって自分の首を首えっと首をえっと締めてるだけだよね。 そうだよね。6番決めたら、だって僕目線絶対勝てないでしょ。うん、それで、ね、えっと、それと、あとは、えっと、3狼なら6いかいそれで、えっと、6番の強靭要素があって、僕はちゃんと6番に投票した理由があって、6番が1番投票しなかった。グレーに投票したことも強靭要素。6番目線1番が狼なの分かってるのに、1番に投票しないのっておかしいでしょ。うん。 だからそれは6番の強靭要素として見てほしい。で、4番って7番の接殺するつもりあるだって、7番白かったな、白かったなしか言ってないよね。僕、黒要素上げられてないのに釣られるって、本当に絶対嫌だし、賃黙にそれでパッションだけで、えっと、白、やっぱえっと、パッションで白いからって、賃黙に語れるの嫌だ。僕はちゃんと4番の黒要素も上げてるし、自分の白要素も上げてる。僕に投票できなかったのは村人の視点じゃない、4番は。だから信じてほしい。僕の言ってること間違ってないよね。信じて。投票を始めてください。 7番、4番うん、うん、さどういう基準なんだろういはい、土俵ですね。えっと、私、7番さんに言われたんですけど、私が昨日、おとといか、おとといぐらいに、えー、っと、6、7で、あーのなんで七番に入れたのがおかしいのかって、6、二戦目で追ってたなら、なんでに入れたのがおかしいのかって言われたんですけど、 黒確定してるのであのとで、うん、あの時点ではてん、ね、あのなんかなか確定ではないじゃないですか。6にせでは追ってたけど確定ではなかったので、確定してる7に入れました。えー、でもしで、言ったじゃないですか。もし、他の方が釣られても、私目線は6、一どっちがシーンかわからないし、まあ6、7、1釣っていけば終わるので、だから私は7番さんに入れました。それだけです。あと、うん7番さんのなんか黒い。 黒い目を上げられてないのにつられるのは嫌だって言われたから、えっと、あ,あげる、うん、これは黒目になるかわからないけど、えー、っと、私、最初、本当に7番さんは最後の発言、発,発言でえ、8番か、うん、え、ちゃうか。え、じゃあ、8番がカりゅう c 使用してても、なんで発言っていうか、使用してて、あとはグレーは7番だけだったじゃないですか、最初の最初の1番目の昼って。あの時に、あの、すごい、 発言が一個一つ一つまとまとっってていな思たんですよね何も言ってるんですけど、だからその時に白いなと思うぐらい発言がしっかりしてて、なんか一つ一つまとまってたのに、なんか今めっちゃ早口でめっちゃ焦ってる感じがしてるので、まあ村でも焦るのかなわかんないけど、それは5番さん目線からどうかが知る私目線は、ね、なんかもうすごい早口で、なんか最初、 そこが黒ないかなってもう、もうこれぐらい。7番のプレイヤーは発言してる。僕、たゃんと5人の運命背負ってるから、で、えっと、おかしいんだよ。4番が、じゃあ7番が人狼確定だったら、昨日も7番にさ、かんえっと、続けて投票するべきでしょ。そうでしょ。あなた別に1番を信じてみて、7番の投票が正しいって言うんだったら、昨日も7番に投票するべきでしょ。それをできないのが村の流れに合わせてるだけなんで、自分の意思を持ってる村人じゃないんで、わかるでしょ。 うん、で僕の黒要素が焦ってるって言われても僕は恋ないし、えっと、村の海を背負ってるし5番が信じてくれてない自覚があるから僕はちゃんと、えっと、村人として、えっと、推理をしている、えっと、3番の人狼も初日に見抜いてたし6番が偽ってのもやっぱり昨日の推理で合ってたと思うし1番を信じて でつっったたのは申し訳なかったけどやっぱりこの目線で4番、人狼と3番の人狼っていう視点が見えたから僕は、えっと、推理はあってと思ってし初日から結構いい視点で戦えたと思っている自分の後ろを証明できていると思うしこれで負けたら4番がうまかったでもパッションだけだから僕はロジックでちゃんと筋が通った話をしてるから信じてほしいと投票を始めてください。 コイン語りだ七番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了村黒か <laughs> 露骨に強じアピスだな 頑張った。